もう今日、昨日今日と寝すぎて寝すぎて寝すぎて一周回って今めちゃくちゃ頭痛いです。でも安心してください、寝すぎが原因です。ユリアちゃん仲いいよ。え、ミルちゃんありがとう。プリンスさんこんばんは。そう、9時15分からてきちゃん、ご無沙汰し、ご無沙汰言えない言えませんね。ちょっと揉めます。目大きくなった。え、気のせい、メイクかな、メイクを変えたんだよね。ちょっと24時間寝れる。寝すぎたら頭痛くなんない。マコトン久しぶり、やだよ。ネクちゃんゴッティ、タケタケこんばんは。3時間睡眠やばい。ゴッティオソロ、何何ゴッティちゃんさんはレモンティー美味しいよね。こんばんは。クラム大きい、嘘本当、裸眼だよ。頭痛くないよね。キイちゃんやっほー、今日の眉毛おいしそう。どういうこと。塚本正樹こんばんは。ミルクチーね、ゆうきもミルクチーさっき前飲んでた。ミルクチーからのレモンチーです。チャジーこんばんは。テスト一夜漬けやだ。裸なのにすごいね。裸裸じゃないよ、パジャマ着てるよ。お気に入りの熊五郎とおしろいの、あれあれおあれん、あ、あったあった、熊五郎とおそろいです。おそろいパジャマ、なんかまだまだだけどさ、これを早く着せたくて。フルートめっちゃ可愛くない？早く着せたい。これめっちゃ可愛い。フルート、もう一個フルート、この辺はまだまだかな。なんか小さく感じてきましたね、すでにこのお洋服。成長はあっという間です。ついにね、お散歩セット買ったんだよ。めっちゃ可愛いでしょ。なんか多分2月の中旬、まあ寒いから、クマがちょっと寒がりだから、2月の後半か3月かなからお散歩デビューするんだけど、なんかいろいろ調べてたら、そのハーネスに慣れさせないと結構ね苦戦するみたいだから、そうお散歩前からハーネスに慣れさせましょうみたいな感じだったから、ちょっと今買ってみた。ついに可愛くない？なんかワクチン終わったのに、まだね、あと狂犬病と3回目のワクチン、もうちょっとで狂犬病して、2月の中旬、2月の頭ぐらいかな、2、3回目のワクチンして、2月の後半か、まあ、3月にお散歩デビューなんだけど、そう慣れさせた方がいいみたいな感じだったから、ちょっと早いけど、でもなんかもう遅いみたい、なんか結構ね2ヶ月前とかから買って練習とかさせてるみたいなんだけど、まあ、お洋服着させてるから、そんなに何ハーネスがすごいものじゃないかなと思って、そう1ヶ月前の今買ったんですけど、なんか結構ハーネスってなんかすごい、またワンワンの話なんですけど、ハーネスっていろんな形いろんな種類あって、で結構ね可愛いのとかいっぱいあったんだけど、どうしてもまだでかくて、でクマは華奢だから、そうで唯一このねペットパラダイスのね、ペットパラダイスすごい優秀で 4S サイズが売ってるんですよ。 4S って本当赤ちゃんの頃ので、うちはこうマックとサラもそうなんですけど、こう首輪とかじゃなくこのハーネスタイプ
が結構首に負担かからずで好きでハーネスにしたんですけど、可愛くない？お鼻ついて淡い感じ。そうで結構着せやすいから、ほら手入れて前足入れてここでやって、ここでカチャッてして、でここでリードだから結構ね、つけやすさとあとしっかりここを守ってくれるから首に負担があんまりないかなって思って、めっちゃ可愛い。お洋服みたい。ベビーカーね、実家にある。なんか介護犬になった時に、そうお散歩できなくなっちゃった時にベビーカー大活躍だった。だからそれをお下がりもらおうかな将来で。リードは見て、バーバリーのようなリードで、バーバリーではありませんけど、可愛くない？王冠ついてる。こちらでお散歩です。楽しみ。お散歩好きかな。でもね、好奇心旺盛だからお散歩好きだとは思うんだよね。めちゃくちゃ、なんなら催促してくる系だと思うんだよね。たまにお散歩が嫌いな子とかいるじゃん。お、チェキチャ販売開始、みんな来てよね。一番のにありがとう、コウスケ、ありがとう。みんな今日はどんな一日でした？ちょっと暑いな、めちゃくちゃ暑い。窓開けちゃった。ニュータイス、いいね。ガク、こんばんは。今年初めて会社行った。ずっと在宅勤務。めっちゃいいな。はい、窓開けたらさすがに寒い。全然。コロナで仕事出られない人も代役した。大変だ。テストして渋谷歩いてたら一日終わった。そう、仕事とお散歩。おいい、いい一日だ。パソコンとにらめっこ、麻雀ゲーム。麻雀ってさ面白いの？すごい偏見で、あまり面白くなさそう。な感じがする。会社の犬してきました。どういうことだろうか、それは。金沢さんには難しい。そうだよね、難しそう。頭、でも私オセロ得意だよ。でも麻雀と将棋、なんか麻雀と将棋ってどう違うんだろう。ワンワンじゃない、麻雀と将棋どう違う。ワンワン、なんでみんなワンワンしてんの。ワンワン、ピカーン。あんま変わんない、あんま変わんないから消そう。麻雀のプレイやってたけどメンバー可愛い以外何も。マージャンは覚えた方がいい、絶対年取ってからも脳にいいと思う。全然ちゃうやろ。今日検証で当たった空気清浄機届いたよ。いいの？空気洗濯機、空気清浄機。意外とユキさんみたいな人の方がマージャンうまかったです。嘘、やろうかな。マージャンは4人、将棋は2人。ああそうなの、あそういうこと。ポンジャン的な感じ、ドンジャラとかポンジャン的な。私ポンジャン大好きだよ。
あれも4人でやるよね。家族でよくやった。ハマれば楽しい。めちゃくちゃ失礼なコメントしてて自分に笑った。嘘も。クマ寒いかな。あ、涼しい。すごい外のお家のさ、ご飯の匂いがした。外のお家のご飯のいい香りがした。ドンジャラが麻雀の子供版、やっぱそうなのか。麻雀を簡単にしたのがポンジャ。あ、やっぱそうなんだ。うわ、久々にしたいな。え、妹とパパとママとよくしたな。え、めちゃくちゃ外さ、ご飯の匂いプンプンだったんだけど、何ご飯かわかんない。でもなんかご飯の匂い、玉ねぎの匂いがした。マジ、あ、そういうこと。森プロさんってお腹すいた。私さ、超絶メール送らさったかな。今日さ、夜ご飯2回も食べちゃったんだよね。確かに、コウメちゃんに教えてもらえ。コウメちゃんできるならできそう、私も。え、思わない？コウメちゃんマージャンできるなら、ゆきもできそうじゃない？違う？オムライス、え、なんかオムライスそっち系じゃなかったな。カズこんばんは。食べてる掃除せんとか、え、わからない。わかんないけど、なんかコウメちゃんできたならできるでしょみたいな。なんでコウメちゃんめっちゃ面白いじゃん。めっちゃ天然じゃん。たくさん食べてたくさん寝て成長期、確かに。一回コウメちゃん食らえてこい。簡単なの？コウメさんの辺の脳がある。まあ確かに学力テスト上の方だったけど、なんかさ、すごい話変わるけどさ、お家のさ、リビングの方のさ、カーペットめちゃくちゃ薄いので、今日さ、ずっとさっきさ、そこに座ってブログか、あ、そう、ブログ更新したよ。ブログ書いたりしてた。めちゃくちゃお尻痛い。クッション性のある。かわいいね、クマちゃん。何それ、みんなに見したい。あー、寝ちゃう。寝ちゃった、寝ちゃった。寝ちゃったよ。かわいい。めっちゃ可愛い。カーペットかお尻かどっちか見せてみ。黙りなさい。久々のブログ、久々でも割とブログ書いてる方よ。また何でもない日に、何でもないとってことないブログ更新する。私からだと思うくらい話状態するやん、それな。僕のび太こんばんは。同じの3つか3連番を4セットと同じの、あ、無理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 。起こすなよ、絶対起こすなよ。だってピントが合わない。寝なくなっちゃった。あ、寝た。
いました。寝たかな。可愛くない？その横ではその横では毛づくろいをしてます。さっき前に言ったんだけど、カメラ向けられてるって分かってるんだろうね。目開いちゃった。フレイ動物園。寝ました。起きました。まだ毛づくろい中です。小麦。小麦。毛づくろいに夢中です。この子はコム。毛づくろいに夢中でございます。洗顔しております。こんな愉快な場所です。あれ、あちゃ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 。よいしょ。お、すっごい画質ガクガク。画質がガクガクしておりますね。あの音。NHK みたいな画面。くまったくまった。ハンターハンター出る。めっちゃ毛づくろうやこれは。はや大きくなったよね。え、かわいいすや。寝た寝た。画面映してる時寝た。くまこれはゆうきちゃん。ああ小麦も寝た。クマも寝た。二人とも寝た。かわいい。今映したい。まあなんか松浦亜弥さんねトレンド入りしてたし、なんかに出演されるんだよね。イベントで早く会いたい。嬉しい。爆睡です。2人とも2人とも爆睡です。やっぱカメラ向けられるの分かるんだね。生後小麦が1歳、くまちゃんが3ヶ月、ゆうきちゃんが5ヶ月です。熊さん寝た。毛づくろして満足して寝た。熊さんも寝ました。
ゆきちゃん起きてます。344ヶ月26日、やばー、マジ344ヶ月、マジで熊より341ヶ月も生きてる。5ヶ月で喋れてないでしょ。誤算は草、誤字は草いじられたらいじり返す。そう、5ヶ月私ね、12、11、19、8、8月に生まれた。1993年になってから5ヶ月後に生まれた。確かアプリ計算してない、これは。へえ、草つかんだ。え、違う違う、草って書いてたから読んだ。やっぱ4いたわ、4章いました。サリーさんこんばんは。映画見たいな。おすすめの映画ある？あ、あなたの番です。妹の勧めで行ったのよ。そう、ドラマは見てて映画見てなくて。でも結構前になる、今もまだやってんのかな、終わっちゃったかな。マジよかった。14,98日、やば。あ、そう、ズーム会、トーク会のやつ販売中だからみんな来てね。私服だって。え、買っちゃおうかな、新しいお洋服買っちゃおうかな。たくんこんばんは。ねえ、あの晩怖かった、見た？くまちゃんねんねんしてるよ。エンタさん、服無音なんだって。服ありがとう、やったー、服服。私服だよ。そう、私服まだ決まってない。2月6日、790円だよ、の服って。ユニクロ GU。 鈴木愛理ちゃんって聞かれたの？怖いの大丈夫なの？大丈夫じゃないよ。でもね、穴場はね、ドラマ見てた。怖いの無理、大丈夫、私でも見れた。今なんかドラマ見てる、真犯人フラグ見てる。そっち系好きなんかも、もしかしたら。昨日の TikTok を泣きした。あ、よかった、それのブログ版今日書いたから、ブログ更新したから見てね。 TikTok、 ワンワン TikTok 書けました。特定して嘘でしょ、何それ、コウスケの見れない。そう、私服は本当の私服。おっ、のび太結婚してありがとう。7番楽しいよ、真犯人フラグマジやばい、ずっとモヤモヤして週明ける。そう、カンガルー系好きなのかも。でも全員怪しいよね。リュウちゃんズも家族。本校は見るかい、確かに。見てないんかい。今日はくまちゃんパジャマだよ。たまにはパジャマを配信をしようかと。
違うパジャマ着てたけどね、わざわざこれに着替えた。これお気に入りだから。可愛くない？可愛いでしょ。超可愛いの。着やすいし、パジャマチキチャだよ今日は。だからみんな着てね。ちょっと私はグッチー飲むよ。いや本コアはマジ怖いよ。抱きしめて。そんなにそこまで私同じ服着てないよ。てか私めっちゃ服持ってるけど、なんかたまたまさ、なんかショールームしたりとかさ、仕事の日とか着るのってなんか大体一緒なんだよね。もう可愛い、二人して爆睡してんの可愛い。寝顔と寝顔可愛い。ノンストップ。そろそろ自分の服より、いやさすがにない。マジ私ね、どんぐらい服あるんだろう。なんかまずウォークインクローゼットもう満杯、タンス満杯、プラスで段ボールの中に2箱ぐらいある。クマちゃんだけは小さいの。赤ちゃんだからね、まだそんなに。ワンワンよりかはキャンキャンだし、まだ。かわいい、シロップかわいい。本当にあった、チリタンの怖い話聞きたいな。やだ、怖くなるじゃん。あるけど、あるよ本当に。断捨離してメルカリに出す、出さん、キャンキャン。確かに2人なん2匹って言いたくないじゃん、ペットに向かって。お、小麦は起きてご飯を食べ始めました。クマの寝相がすごい。ある意味怖い話でも言えて、まあまあじゃん。北海道だからめっちゃありそう。すごい偏見。夢で、駅でずっと寝てた。怖い話はしてたよね。寝落ちしたって話。着ない服はゆくゆくはどうする？売る？投げた。昨日ちょうど投げたかな。うちの子供でいいか。いや、それこそ価値がする。うさぎ1羽でしょ？1話2話でしょ。うちで飼ってるのはロングコートチワワのメス。あ、一緒だ。うちもロングコートチワワだよ。血統書さ、ずなんかワンちゃんとか血統書、まあ、動物ウサギとかもあるんだけど、血統書って言ってその家系が分かるさ、証明書みたいなのあるんだけど、それはだいたいペットショップからこうその子をいただいてから 1,2 ヶ月後に送られてくるんだけど、もうめちゃくちゃ楽しみにしてて、来たと思ったら全部英語で何一つ読めないっていう。めちゃくちゃ楽しみだったのよ。投げた、捨てた。マジ血統書さめちゃくちゃ楽しみにしてて、そういえばマックとサラも英語だったなみたいな。めちゃくちゃ楽しみにしてたのよ。どうしよう、来たー、何も読めないみたいな。10分過ぎたで。あれ9時15分からだよね、チェキチャは。え、違う。ああそういうアプリがあんの。うわ、それはいいな。
そりゃいい、そりゃいい。じゃあそれを使ってみる。阿部ちゃんこんばんは。ゆうちゃんこんばんは。そんなものがあるのか。え、マジでさ、全部英語でびっくりしたよ。でもなんか家系、お父さん側の家系がチョコタンが多い。あ、かわいい。え、めっちゃかわいい。でもこれきっとまた携帯動かすと起きるから。ずっと見てられる、かわいい。そんな和訳してくれるアプリなんてあるんだ。そんな甘えたぶりおじさん許さんぞ。許せ許せ。かわいいな。ということで、もうチェキチャの時間が迫ってきてるので、ランキングを読みますね。ランキング13位、ポッチンありがとう。そして12位、僕のび太ありがとう。11位、パパシャンありがとう。10位、ワーワーイありがとう。そして9位、リョクありがとう。8位、かなちゃんのコーヘンありがとう。そして7位、ディオリアさんありがとう。6位、ヨレポテトありがとう。ポテちゃんありがとう。5位、ネコロンドライバーさんありがとう。4位、ハリオありがとう。3位、エタさんありがとう。2位、サンミューありがとう。そして1位、エンターありがとう。楽しかったでございまする。楽しかったでございまする。この後はじゃあチェキチャでお待ちしてます。2月、もう2月なんだね。早くない？だって、あ、もう年末じゃんって言ったから、もうさ1年経ったってことでしょ。やば。ということで、ありがとうございました。チキちゃんでお待ちしてます。くまくまー、バイバイ、ありがとう、またねー。